ゃなくて。なんで？理由は特にない。だが、今まで私の仲間になった人間には必ずそう呼ばせている。なんかよくわかんないけど、いいよ。私もいいよ、それで友達になれるんなら。勇者、勇者、勇者さん、勇者さん。私は今とても気分がいい。よって、お前たちにも役職を与えよう。椿、お前は僧侶だ。え？僧侶？何をする人なの？癒し系だ。癒し系？バッキーにぴったりだよ。ねえねえ、のんちゃんは？お前は戦士だ。おお、戦士強いぞ。僕は魔法使いがいい。ウテキチさんはスライムとかがいいんじゃないですかね。ちょっと仲間に入れてよ。いや、なんかウテキチさんってゲルっぽいじゃないですか。ねえねえ、兄さんは？あ、宇佐美さん、彼は浅井くんって言うんだよ。そうだな。まさか。どうしたの？ねえ、兄さんは何かな？やっぱり遊び人かな？いや。一ついいか。浅井はただの学園生じゃないな。今時の学生が友達になろうという時に握手なんて照れくさいことをするか？それは、そうっすね。あ、そうだった。急がなきゃ。カノンちゃん、体動かすの大好きだもんね。
おい、アザイ。先生はな、お前はもっとできるんじゃないかと思ってるんだ。昨日のテストにしてもそうだ。お前、わざと答えを間違えてないか？まあいい。ちょっと、この問題解いてみろ。早くしろ。補習だと思え。アザイなら簡単だろ。なんだ。教師の机ってのは使い込むもんなんだよ。ぐちぐち言ってないで、とっととやれ。解雇されること。胸部中央に歯を唱えた突起。とても怖い。へえ。神、お久しぶりでございます。いや、一ヶ月ぶりくらいです。神は本当に忘れっぽいですね。申し訳ございません、神。っていうか、神、相変わらずダサい被り物してますね。そうでしたっけ？申し訳ございません。たびたび助けていただいたご恩は一生忘れません。はい、のりこ先生の電話番号を教えてくれたのも神でした。のりこ先生がお酒好きというネタを教えてくれたのも神でした。でも未だにのりこ先生と年頃な関係になれないんですが。まあいいです。では早速、今回のお願いなんですが、